ブンデスリーガマンスリーセレクション、今回は橋岡大樹選手と安田道博さんをゲストに迎えての収録でした。さあ、まずは安田さん、いかがでしたでしょうか。最初番組始まった時ゲスト紹介もされんくて、もうなんかレギュラーだったのかなって感じだったでもそれぐらいなんかこうみんなフレンドリーで楽しかったです、はい、もう本当に溶け込み方がすごいですよね。尋常じゃない溶け込み方、はい、今回もたくさん解説していただきました、はいはい、そして初登場橋岡選手、いかがでしたでしょうか。いや、最初ちょっと緊張したんですけど、もうみんなが喋ってくれるんでなんか僕が言ったことに全てこう拾ってくれたりするんで、めちゃくちゃ楽しくてやりやすかったです。あ、よかったです。バンドさんから見ていかがでしたか、ね、橋岡選手。いや、もうね、まさかもう次のチームも教えてくれるとは。いやいやいや教えてないです。あそこ行くんか。いや、まあ、意外でしたけど、ね、いや確かにこれやったらすごい見たくなるでしょ。いや、でも橋岡選手についてもたっぷりお話しいただきましたけれども、うん、やはりブンデスの最終節についてたっぷりとお話ししましたね。まあ、現役選手の目線からの、はい、まあ、いろいろな解説であったりとか、うん、対応であったりとか聞けて、まあ、なんか勉強にもやっぱなりましたね、はいはい、なんか言うこと言うことでお前どこ行くんじゃないか、どこ行くんじゃないかって言うからあ、ちょっと何を言おうか迷うとこありました自分の中で。確かに全部拾われるなと思って一番ね、このストーブリーグって盛り上がる時期やから。いや、確かに、うん、でもこれでどこも行かなかった時に、なんか別に俺期待させてるわけじゃないのに勝手に期待させられてお前行かないんかいみたいになるのはちょっと怖いですよね。いや、うん、それはそれで応援しますよ、もう。そうですよね、どんな形であれ応援しますから、はいはい、来シーズンも頑張ってください、はい、ということで、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ブンデスリーガマンスリーセレクションは6月17日土曜夜10時からの放送です。お楽しみに。